公州アジア大会競泳女子100メートルバタフライは、相馬愛が銀メダル、池江理香子は5位。競泳女子100メートルバタフライ決勝、27日公、公州公州中国27日、ペン、手島リコ、カメラ小林大と、相馬愛、ミキハウスが57秒57で銀メダルを獲得した。予選を8位を通過した池江理香子横浜ゴムは58秒98で5位だった。 池江は25日の100メートル自由形は直前の北海道合宿でインフルエンザにかかり体調が万全ではないため大事をとって欠場。銀メダルを獲得した24日の400メートルフリーリレーの後は今の自分のできる限りの力は出し切ったと思っています。この後レースが続くのでちょっと自分の体と相談しながら出場するか決めていかないといけないなと今日思ったと話していた。 池江理カ子、昼休憩でも頭痛があった体調万全でなく、女子100メートルバタフライ5位、アジア大会競泳。27日、甲州アジア大会競泳女子100メートル、バタフライ決勝。池江理カ子、23、横浜ゴムは58秒98で、5位、相馬愛、26、ミキハウスが57秒57で銀メダルを獲得した。序盤は共に中国勢2人に先行を許した。ターン後の後半に追い上げ、終盤に伸びた相馬がメダルを獲得し、池江は逃した。 女子 100m バタフライ決勝力営する池江里花子。池江は体調が万全でないとして、前日の 100m 自由型は大事をとって棄権したが、27日午前の 100m バタフライ予選に出場し、全体8位で通過。朝起きた時、今日も体調は万全ではなかった。昼休憩でも頭痛があったと明かし、順位、タイムは良くなかったが、自分の今できるレースをした。ここまで試合で自分に期待しなかったことは、初めてと振り返った。 体の状態を見ながら、今大会の残りのレースに出場する意向を示した。